どうも愛知ですすみません、今週はちょっと座った状態で喋らせてください。というのも今、台風が、ね、近づいておりまして気圧の関係で私、偏頭痛が <laughs> ひどくてですねちょっと立っていることはできるんですけれども。 あの長時間立ってるとちょっとクラクラしてしまうので、<laughs> 今日はこの座った状態で失礼いたします。で、あと本当は今回の内容ね結構編集であのフォロー文字のフォローしたかったんですけど、パソコンもね画面を長時間見ることが厳しいので、脳 <laughs> 編集ですきっとちょっとカットは入ってるかもしれないんですが、すいませんよろしくお願いします。で、今週はですねプレイロールっていう話をします。皆さん聞いたことあるでしょうか。ロールは役割、まあ、プレイはするとかなのでよくまあ役を演じるとかって訳されたりするとこなん。 なんですけどもこれはですね今、まあ、みんながこうモチベーションがねちょっとこううまく保ててなかったりとかメンタルがやられ気味なんて方もいると思うんですが、まあ、これ今3連休、まあ、シルバーウィークのねちょうど前半なのであと学校3回行ったらね明日から3回行ったらもう一回3連休来るから、まあ、ちょっと余裕がある方もいるかもしんないけどおそらくこのシルバーウィークの後半ね来るとあまた始まるっていう風にメンタルが落ち込んじゃう方もいるだろうし受験生とかもね 夏休み終わって約1ヶ月が経つわけなんだけども結構こう厳しくなってくるメンタルがやっぱ疲れちゃうしで疲れてくるとメンタルやられちゃうからさだからあ、はあもう無理とかどうせやっても駄目なんじゃないかななんてね思っちゃう方もいると思うんです。で自分もねあんまりメンタルが強い方ではなくって結構こう浮き沈みを 経験しながら人人生生37年ききてきた人間なのでその中でこの今回のプレイロールっていうのを是非紹介したいなと思って動画にしていますで何かっていうとこれはですねまず皆さんに質問しなきゃいけないことがあってみんなは憧れの人っていますか これは実際に、ね、こう目の前の身近な人例えばまあ家族だったり学校の友達先生でもいいしあとはテレビとか、まあ、YouTube でもいいんだけど画面の中の世界の人でも OK ですだったりとかもっと言うと3次元じゃなくてもいいんです2次元つまりアニメとか漫画とかもっと言うとゲームのキャラクターとかでもいいのでどういう方でもいいですだから3次元だろうが2次元だろうがもちろん小説の中の人物とかでも構わないので憧れの人 ぜひね見つけて欲しいんですもちろん今ねいる方はこのまま、えっと、聞き進めてもらえ聞き進めて <laughs> 見進めてもらえればいいかなと思うんですけどもつまりプレイロールっていうのは自分の憧れの人だったらどうするのかなっていう発想を持つことですつまりみんなが今何かをきっかけですごく落ち込んでたりしますよねその時にあのキャラクターあの人が この今の自分の状態だったらどういうふうに考えるかなどういう行動をするだろうなって考えるこれがプレイロールですで実はですね私も昔まあねいじめにあった頃とかがあって学生時代はまあ結構長い闇期にえっとやられておりましたで自分がですねまあいろんな人に結構憧れを持つんですよで身近な人とかもいるんですが その当時ね、すごいこう、あるゲームのキャラクターに私はすごくこう惹かれて、今でも大好きなんですけど、それがちょっとこれ知らない方もいると思うんですが、皆さん、ファイナルファンタジーっていうゲーム、まあやったことなくても聞いたことある方ね、いると思うんですが、ファイナルファンタジーってまあずっとシリーズがあって、その中のセブンです。7、セブン。 のの中のちょっとこう番外編みたいになっちゃうんですがザックスっていうキャラクターがいるんですファイナルファンタジー 7FF7 のザックスっていうキャラクター私は後にも先にもそのキャラクターが一番好きです今でも大好きなキャラクターで自分がすごく落ち込んでたりとかでザックスはすごく前向きなんですよすごくこう生きてきた中でも最後の死んじゃうシーンとかもすごく辛いんですけど でも、自分を貫いた生き方をしてきたと私は思っていて。だから自分が迷ったりとか落ち込んだりとか、視野が狭くなっている時ななってなって思う。時にはザックスだったらどう考えるんだろうなっていうのを本当に投射するんです。もちろんそれはザックスだけじゃなくって。まあ憧れのお弁恩師とかもいるし。まあ自分は親とかも好きなんで親とかもありますけど、いろんな人を。 その時その時に合わせて投射をしてどう考えるんだろうなっていう風にやるんですでこれをぜひやってほしい思春期の時ね中高生の多感な時期っていうのはどうしても視野が狭くなりますでもそれは悪いことじゃない普通のことだからでもその狭くなった視野をもう一回ぐんって広げるには何かしら外の力が必要です 自分の経験上自分の力で狭くなった視野をもう一回広げてなかなか難しいきっかけが必要そのきっかけの一つとしてプレイロールはすごく役に立ちますでえっと俺がね当時そうだったんですけどとはいえよとはいえ例えばじゃあみんなが憧れのね人とかキャラクターとかをこう投射するじゃないですかでもね多分ある着地点に一回入っちゃうことがあるんです何かっていうとでも自分はあのキャラクターとは違うからって自分はそうはなれない 思っちゃうんですよね多分これを見てる方の中でもそう思う方はいるんじゃないかな。で俺はずっとそうでした。そう。で俺の考えですけどそれでいいんだよ。いいのだって違うんだ。そんなに急に人は変われない。だから例えばプレイロールをして投射をしました。であのキャラクターだったらこうやるだろうなって思いついた。思いついたけどでも自分には無理だよ。って思ってさらにへこんじゃうみたいなね。 でへこんじゃうまでいっちゃうのはちょっと待ってって思うんだけどもそう思うのは自然だと思うだってそうやって自信がなかったりとか不安だったりとか自己肯定感が低くなってるからこういう悩みを持ってるその状況でプレイロールをしてるから当然うまくいかなくなっちゃうんだよねでもなんでいいっていうかっていうと違うのそうやってそのプレイロール投射をして完全にそういうふうにねそっかそう思えばいいんだ ってならなくても、でも、違う考え、あのキャラクター、あの人物だったら、こう思うだろうなって、一瞬思えたんでしょ。それを考えられただけで拍手なんだよ。で、10回プレイロールをして、その中でも2回でもさ、でもそっか、そう考えてみよって、こうなってたのが広げて、つまり、あの,あの人と俺は違うからって、8回凹んじゃうけど、2回はそっか、ちょっと踏ん張ってみよっかなって思えたら、それでよくないですか。 人は0から10には変わらないから急には12って段階を踏んでいくんだからそれでいいのだから今回は伝えたかったのはそのプレイロールっていう憧れだったりとかその好きっていうキャラクター人物だったらどう考えるだろうっていうことあの人だったらどういう行動をするだろうって考えることが一個の例えばこの視野狭くなっている視野を広げるきっかけになるっていうことでそれをやった上ででもダメだ うまくいいかない私はダメだってなることもいっぱいあるそれでもいいけどでもたった1回の「ダメだ」で全てが自分が「ダメだ」なんて決めつけなくていい10回でダメなら20回やったらいいんだってそのうち何かタイミングが噛み合ってそっかってちょっと頑張ってみようかなって思える時が来るからだって俺が来たんだもんなかなか伝わらないと思うんだあのね俺がどんだけこうやみくさってたか今こうやってさみんなの前で喋ってるたらさ「え本当ねに?」って、ね、思われることもあると思うんだよでも本当なんだって。 病み腐っっててたんだってものすごくでもそんな自分がさどんだけ病み腐ってたか自分が一番わかるじゃんその自分がこうやって考え方が変えられる今でも全部が成功しないんだよ毎回じゃないんだけどもでも成功する時があるそれがきっかけでうまく自分のね落ち込んでたこのテンションこっちかテンションがうまく上がってちょっときっかけになったこともいっぱいあるみんなにもその可能性とか才能は絶対にあるから。 だからぜひ何かね、まあ、毎回やるってことじゃないんだけども何かのきっかけでちょっとやってみようかなって思う時にはぜひプレイロール試してみてくださいはいということで今回もねここにご視聴いただきありがとうございました来週はきっと立って喋れてますんですいません本当にねあのまた何か喋りますんでよかったらそちらもぜひ見てみてくださいそれではシルバーウィーク前半終わって明日からねまた学校始まりますがお互いこの1週間頑張っていきましょうそれじゃあまたねバイバイ頑張ろう